さあ攻める明治、明治攻めている左サイド、さあ渡りました、伊藤から山口、そして山口から山下、山下に渡った、山下に渡った、山下決める、トライ。さあ早稲田スクラムから出た吉祥、吉田に渡りました、吉田、吉田が抜ける、吉田が抜ける、吉田、トライ、右中間に決まった。伝統の一戦どうなったんでしょうかね。えんじのジャージ早稲田か、紫紺のジャージ明治か、大正12年から長きにわたって行われてきた伝統の一戦、早明戦。ラグビー関東大学対抗戦の最後を飾る名勝負として、これまで72回の大会での優勝は早稲田13回、明治が12回、その多くが2校によって争われた。早明戦に勝てば大学日本一といっても過言ではない。これまでの戦績は早稲田の39勝31敗。しかし今年両校にある不安がよぎる。明治大学ラグビー部には一昨年までの67年間前へのラグビーで明治ラグビーをここまで育て上げた北島忠司監督がいた。突然重い責任がキャプテン田中にのしかかった。今年監督がねえから特に変わったっていう点もないし、いつも通りやってます。強気の田中、しかしそんな明治にどこか不安がつきまとう。連勝で迎えた慶応戦、対抗戦グループでは7年間黒星なしの慶応に2点差まで追い上げられる大苦戦。また今シーズンは過去3年間で最も失点が多く、不安材料は少なくない。あれが木で、結構チームを立て直しできましたし、危機感を持って取り組んだと思ってますので、うちはやっぱり一番こだわっているのはスクラムなんで、早稲田さんがいかに低いスクラムで対抗してくるかっていうのが一番の見せ場だと思いますし、北島先生が作ってくれた前へというそのうちのカラーをですね、前面に出す試合をやりたいと思ってます。はい、そして宿命のライバル石塚監督率いる早稲田、11月23日の早慶戦、自慢のバックス陣が慶応の激しいタックルに阻まれ、実に67年ぶりのノートライで完敗。早明戦までに立て直しは図れるのだろうか。タックルが一つにチームにまとまった次の強さっていうのは怖いっていうことをね、改めてそういうのを知らされたと。それに早稲田もやられてますから、逆にそういうことを我々もやらなきゃいけないということ、本当にそれによってチームがまとまるっていうことを改めて知らされたっていうゲームでしたね。決戦前日、早稲田は勝利を信じ、部下北風を歌った。そして伝統の儀式、明治の選手に見立てたサンドバッグめがけて渾身のタックル、打倒明治を誓う。今もう心の中に不安はありません。とにかく自分自身が、ベストのゲームをする。自分自身が本当に今までやってきた、東伏見でやってきたことを全て出す。その中でそういう気持ちをみんなにも伝えて、チーム一つになって一丸となって明治を倒します。対する明治、田中主将には余裕さえも感じた。まあ、自分たちらしいラグビーやって、まあ、明治らしいラグビーや、まあ、圧倒して勝ちたいですね。運命の決戦まであと1日。そしてその日はやってきた。6万の大観衆に見守られて勝利を手にするのは去年優勝の明治か、それとも早稲田復活なるか。序盤から激しい攻防が続く。試合が動いたのは後半、明治1トライのリードで迎えた後半2分、早稲田らしい見事なオープン攻撃。最後は肉離れをして出場したフルバック吉永が同点のトライ。明治も見せる。北島監督の前への言葉通り、パワーで押しまくって2本目のトライ、再びリード。このまま終わるかと思われた終了間際、早稲田石川主将自ら敵陣目指して猛突進、明治を粉砕、同点のトライになるか。しかし無情にもボールはラインを割ってトライならず、27対21で明治が2年連続の優勝を決めた。もうすごい厳しい試合だったし、いい反省になって社会人に勝ちたいなと思います。明大ラグビー部に新たな1ページが加えられた。いいですね、ラグビーも見てると。素晴らしい試合だったですけどね、うん、やっぱりこうライバルがあると、はい、普段調子悪くてもなんか違った力